こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです、えー。松戸競輪場で行われている日本選手権競輪、えー、G1 松尾ダービーもいよいよ最終日、えー、12年、えー、最終日の11レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、メンバーご覧の通りですね。えー、やっぱり脇本がか…あの 一着一着一着で調子がいいです。深谷も一着二着一着で調子いいですね。うん、代表組の調子の良さが目立ちます。というわけで、えー、もう福岡もいいんですけど、まあ脇元で仕方ないのかなと。で、焦点は故障がついていけるかどうかなんだのかなと、えー、思います。 えとついていければ差し目もあるだろうしわずかながらあるだろうし離れる可能性もあったら別線の自力選手がはまるというあの可能性を見たいと思いますはいえー、と並びですが、えー、深谷と菅谷が短期で、ねえー、一番長いラインが 清水、松浦、原田、えー、っと中四国勢ですね、最も清水自体がそんな長い距離、えー、っと踏める選手じゃないんで、どういう戦法に出るのかな、原田も短期、自力で戦えばいいのに、この3番手にいったということは、まあ、清水が積極的になるということですし。 まあただ先手取ったところで脇本やれるのみの気はしますけどねで、えー、その脇本には胡椒優作がつくことになりました胡椒も近況それほどここ長,長らくの時期の不調はあったんですけどようやくやや上向き加減っていう感じですね。 残りが難関斎、えー、藤佑太と田中春樹ですか田中春樹もまあ地味にあの頑張ってきましたよねそして斎藤佑太最近う決勝に乗ることが増えてはきました問題は積極性ですよね、えー、オッズ見てみるとやっぱり脇本圧倒的ですよね 1一番オッズをつく36でも44.4倍あ1 16でも44.4倍1九で23.3倍で、えー、競ってますねえ1、ー、番人気が、まあ、これは7時43分現在なんでまた変わるかもしれません、えー、ちなみに故障が指した7一だと20倍ということで指、まあ、せないと見る向きが多いようです むしろ別線に来られるという可能性が結構あると思われているとは思い言えるんじゃないでしょうかやっぱりバイクのような感じですかね脇本はやっぱりすごいですねなのでまあ脇本他の7人が どう考えてるかっていうと、うん、叩き合いまでしてっていうのが考えにくいんですよね。まあ、深谷が,すが,深谷がた短期で挑んだらあの代表の戦いということで短期で挑んだら面白いとこなんですがまあそれはしないかなと思いますね。深谷は最近すごく積極的になって。 逃げの決まり手もあるんでいいんですけどまあ下手すれば深谷が行ったら脇本がこの番手すっぽりはまってしまうケースもああるかもしれませんあと清水も同行ですよね三人いるんでただ二日目のグレゴールデンレーサー賞では無理に、えー、先手を取りに行ってしまいました で発着最後潰れて発着ということでまあ無理はしてほしくないんですけど松浦に花玉まつけるっていうことだから積極的は行くんでしょうけど行ったところでなんかやられそうですよねまあ、脇本を候補に置くことが絶対条件で清水が行ってそれでえー、っと深谷とか渡辺 が先まくり打つっていうのはあるかもしれないんですけどそれでも結局は性的なものから見てあの脇本が乗り越えていっちゃうんじゃないかなと思ってやっぱり脇本多をてもするんじゃないかなと。 思います。そしてえっ、ー、と気になるのが後ろの動向ですよね。えっ、ー、と私は結構ペースを見るとガンガンと高速でかけるような気はあんまりせずに。 結局は脇元が普通にできてしまってペースでってな,なるんで、うん、故障がついていける特にあの飛びつくとしたら姿ぐらいですし、まあ、多少渡辺清水もあるかっていう程度でバンデー飛びつきに行って足使うような、まあ、ことはたとえあの直線の短い松戸バンクでも。 そこはロスはないかなちょっと胡椒が離れた時にはチャンスあるけど脇本が楽に先手取りに行けるんで私は胡椒はついていける、まあ、ペースが上がった時にバイクのような脇本の先行に胡椒、えーまあ、が足を使って離れないかはあのちょっと心配なんですけどその場合他の選手も結構足使って。 苦しいんじゃないかなと思うんで、まあ、これこのスピードを乗えるのは深谷だけっていう感じはしますよね。うん、どれも脇元の敵じゃない。で、えー、故障はついていって最後足がどれだけ残っているかもし4コーナー、えー、うまあの足をうまく使わずに。 えー、脇元がややオーバーペース気味でいけばわずかながらかわせるチャンスはあると思っております。で、えー、もし故障が最後バテたバテちゃったり離れたりした場合、えー、誰がハマるのかってなると場合まあやっぱり一度清水は前々に行くでしょうから、えー、清水が行って 清水がはまる展開ななのかなともしくはもう深谷がゴリゴリに行うに行っちゃえば深谷,深谷がはまる流れになるかなと深谷菅谷の影の連携とか深谷渡辺裕太の影の連携とか渡辺裕太も考えてますからねそ,その辺もあるのかもしれない。 とということで、えーっとまあ、脇本をスピードに対抗するのは、えー、深谷のみということで、えー、深谷を相手ただ脇本は2射なので深短期の深谷に比べたら脇本の方が上ということで、えー、ちょっと逆転は難しいと、えー、思っています清水は自分が勝つ競争をしようとしたらあのうまく 2, 2着まで、えー、最後は。 足えー、っとうま番手にはまるか古書、えー、はついていくけど最後足がなくなって清水がかわすかというところで見たいいと思いますまた同じ展開は渡辺雄太にも言えますよね渡辺雄太が前々に行けば、えー、脇本は仕掛けていったところあのその後ろにはまれるという流れ。 姿は結果,結果的には足を見ての展開待ちだなぁとは思うんですよねたとえ位置を取ったとしても足が残らないんじゃないかなという見方です、えー、松浦はあの準決勝清水をさせなかったことでケチがついてしまった印象はありますどうかなあの清水に一ってとは 言えななないいいんじゃないかなという気はしますよねちょっと立場弱くなったなまあ原もここの3番手選んでるのはちょっと負に落ちないでまあ自力で行った方が怖いなと思いますので、えー、この4者が押さ、えー、えみたいな目ですね。 であくまで本線は私は故障がついていけるんじゃないかなと思うんで、えー、1771を本線にしたいと思います、えー、ご視聴いただきありがとうございました是非、えー、リン予想、あのー、G3 以上を中心にやっております是非、えー、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします えー、ブログツイッターにやっております説明欄にアドレス記載してますのでよろしければ見てくださいまた、えー、関連動画動画プレイリストこの動画の最後の20秒で流れますよろしければそちらも表示される動画にもアクセスしていただければ嬉しく思いますはい、えー、ご視聴いただきありがとうございましたゲーム動画でいこうでした